シオン族は、キクカの必植物の属の一つである。約180種含まれ、一種を除いて、ユーラシア大陸に自生している。アスター・アルプイネス・ SPP ・バイラパリは北アメリカ大陸に自生する唯一の種で、ある。かつてシオン族に属していた多くの種は、シオンリンの他の属に含まれている。シオン族は、かつて、ユーラシア大陸と、 北アメリカ大陸に自生している種が含まれていたが、後年の形態学の研究及び1990年代の DNA 解析による分子系統学の研究により、北アメリカに自生する種は他の族に移行された。現在、およそ180種が一種を除いて、すべてユーラシア大陸に自生する種に限られる。アスターの名は古代ギリシャ語シグマタウロウから来ており、 花の形が星型であることから由来する。シオン族の多くの種、品種は魅力的で色とりどりの花をつけることから、園芸植物として人気がある。アスター・ミーラスは、キクカおよびシオン族のタイプ種である。新世界に自生している、旧シオン族の種は、今では、アルミューテイスター、カナダンサス、ドーリンジェリア、ユセファラス、ユリビア、イアナキティス、アラガンロン、ウリアステマ、 セリコカーペス、シンファイトリチャムに再分類されたが、すべてシオン連に含まれている。分類学上の変更に関係なく、園芸上の取引では俗にアスターと呼ばれている。かつてシオン族であった植物。エゾギクはエゾギク族に属している。アスターアルプイネスは、北、アメリカに自生する唯一のシオン族の植物である。北半球の山々で見つかっている。 以下の種などが知られている。エイジムのマークは、王立園芸協会のガーデンメリット賞を受賞した品種である1918年10月31日に発生したハンガリー革命は、ブダペストの抵抗者がこの花を身につけていたことから、アスター革命として知られるようになった。ありがとうございます。